山和彦命は、危機等に伝わる古代日本の皇族。日本書紀では、山和彦命、古事記では、山和彦命、他文献では、山和彦王子とも表記される。第十大主人天皇の御子で、第十一大水人天皇の同母弟である。日本書紀、古事記とも、辞席の記載はない。日本書紀、古事記によれば、 第十代主人天皇と皇后のおまじょうびめとの間に生まれた巫女である。同母兄として、勝明理彦五十教科や巫女がいる。日本書紀によれば、水人天皇二十。その際、金氏は、墓の周辺に一き埋めにされたが、数日間も死なずに昼夜埋めき続けた上、その死後には、犬や鳥が不肉をすなどった。これを哀れんだ天皇は巡視の禁令を出したという。 また、同書水人天皇32年7月6日上では、皇后の日バス姫命が皇居した際、天皇は、のみのスクネの神言に従って人、馬などの土物を墓に立てて、代替とすることを命じ、以後これが慣例になったとする。この紀元端は、水人28年上の記事が前提になる。古事記では、大和彦命の文中として、 山と彦命の時に初めて三ギに人垣を立てたとしている。また、同様の伝承は、俗に本気天皇元年上にも記されている。山と彦命ムサノツキサカボボは、宮内町により、奈良県柏原市鳥屋町にある、ムサノツキサカボに事情されている。宮内町上の形式は、片球。遺跡名は、増山古墳。日本書紀では、山と彦命は、上記のように、 無差の月坂に葬られた旨が記されているが、演技式書両料では、記載を書いている。江戸時代には、鬼のまな板、鬼の接近刀法の石室山と彦命の母に、否定する説もあった。明治10年4月に、内務省によって、現在の墓に定められ、明治19年に、区内省によって、幼稚買収とともに同地にあった神社が移転され、明治十三年から、おさされた。 しかし現在では、事情に否定的な見解も強い。上記のように、日本初期、古事記において、山と彦命には純子との関わりが記されている。日本における、純子習俗を知る、他の記事としては、銀史は神伝に、姫子死去の際に、土肥百余人の純僧が見えるほか、日本初期大化2年3月25日以上に、純子禁止の御事のりがある。なお、 日本初期の伝承はあくまで、人物埴輪、継承埴輪の起源端であって、埴輪全般の起源端とはならない点が注意される。考古学的にも、遠藤輪は、弥生時代の木々地方で見られる、特殊期代、特殊壺に園源を持つ古い風習であるが、人物埴輪、継承輪は、古墳時代中期から見られる風習になる。ありがとうございます。